今日はこれがあると生活がガラッと変わるっていうアイテムご紹介したいと思います。ちょっと今日暗めで天気が悪いのでちょっといろいろ明かりをつけながら暗いお部屋からお届けしてるんですけど、まず初めがガラスのフィルムです。そう、今この映っている窓にもフィルムを貼ってるんですけど、このフィルムの何がいいかというと、本来このガラスって透明なんですよね、普通の窓みたいな感じで。それが、すりガラス式になって外から見た時に中が見えなくなるということ。実際外から見ても何かこう影はあるなっていう感じがするけど、かなり近づかない限りは人であるかどうかもわからないっていうぐらいぼやかしてくれる。だからカーテンをつけなくてもよくなる。サイズを測ってカットしてもらえるところで私は頼んだので、その自分でカットしたりする難しいことがない、一切ないってことと、貼る時もテープ式じゃなくてお水で濡らした後にピタって吸着していくようなタイプなので、剥がす時も全然跡が残らないし何度も貼り直しができるっていうところがすごく良くて、結構分厚めのシート、柔軟性のあるものなのでこう貼ったり剥がしたりもしやすいし、こうギュッてこう水を含ませると動かすこともできて、全然こう空気が入ったりすることも少なく綺麗に貼れるっていうところがいいところですね。うん、でこれ貼り始めてからもう何ヶ月も経ってるんですけど、なんか剥がれてきたりとかすごい気泡が入ってきたりとかすることもなくて、すごい良かった。昼間に入ってくるこの光の量が全然変わって、あとカーテンを上げたり閉めたりっていう作業がなくなることによるなんかストレスのなさとか、なんかカーテンを洗わなきゃいけないかな、そろそろ汚いかなとかいうことを感じなくなったし、とにかくすごくカーテンがあるのとないのとで生活が変わる。ただカーテンをなくすことによって初めいろいろ気になったこともあって、例えば夜なんですけど、夜はもちろんこの窓の部分が真っ黒になるんですよね。その黒い感じが結構部屋の印象を暗くする。カーテンがついてるとそのカーテンの色になると思うんですけど、それが真っ黒のカーテンをつけてるみたいな感じぐらいの、暗さを感じるから、初めはなんかそれが結構違和感でもあったりした。ちょっと怖さを感じるというか、慣れたら全然そんなこともないんですけど、初めはなんかすごい黒いなって思ったりした。っていうのと、もともと透明のガラスだったところにこういうすりガラス風のものをつけると、今まで見えていた外の景色が見えなくなる。それが初めはなんかちょっと寂しさを感じた。今まで窓を通してちょっと見ていた景色が見えなくなったなって思っていて、まあここの家に関してはそんなに景色がいい家っていうわけではないので、そんなにこう見たいものが見えるみたいな感じではなかったから、そんなにマイナスなところはないんだけど、なんかこう窓の外で動いている人を見ることでちょっとこう外とつながってるような気持ちになる。中にいてもつながりを感じられていたのが、つながりが少し弱くなったなっていう感覚がある。うん、なんかその代わりすごくこう逆にプライベートが守られている感じがあって、安心感にもつながってるんだけどっていう、なんか両方の感覚がありました。だから特に見晴らしがいい窓につけるっていうのはすごくもったいないような気もするんですけど、逆に見たくないものが家の前にあるだったりとか、そんなに景色が良くない場合はすごくより生活の質が上がる方向に行くかなと思います。とにかく良かった。私の家には合っていたし、もう今これなしでは考えられないっていうぐらいとってもお気に入りのフィルムです。このフィルムは何種類があったので、私が購入したフィルム、これはすごくシンプルなタイプの本当にすりガラスに見えるような感じのフィルムなんですけど、同じものを概要欄に載せておきます。そしたら続いて2点目がこちらの衣類スチーマーです。こちら今回サンプル品を使わせていただいて、良ければご紹介したいっていうことでしばらく使っておりました。で、これも私の生活をガラッと変えてくれたと思ったのでご紹介することにしました。モルスのスチームアイロンです。形がとにかく好きですね。まずおしゃれな、私はグレーのカラーを選んだんですけど、すごくスタイリッシュで素敵だなと思ったんですけども、これ何がいいかというと吸着式だっていうこと。これが本当にスチームアイロンの印象を変えた良かったところ。普通のスチームアイロンも私使ったことあって、で一度手放してる人間なんですよ。でもう台でやる普通のアイロンだけを持っていた。なんでかっていうとスチームアイロンってかけてやるとなんかその後ろ側にグルーブみたいなものをして、こうやってこう台のようにするか、こう服を引っ張ってこうするかなんですけど、この衣服とスチームの間に隙間が結構できちゃうがためにそんなに綺麗に伸びないなっていうふうに思って、あと上のハンガーの部分がくるくる動いちゃって思うようにできないのに、なんか重たくてずっとこう長時間こう綺麗になんないなって言ってやっているっていう、なんか逆に手間じゃないって思ったりしてたんですよね。その普通にもう台でこう綺麗にアイロンした方が気持ちいいし綺麗になる。だからもう台のものだけでいいやって思ってたんですけども、これのいいところは先ほども言った通り吸着式っていうことで気になったんですよ。吸着式って何かっていうと、この上の部分が吸い込むところになってて、掃除機みたいに。でこの下の部分、ここがアイロンの熱くなるところ、この部分からスチームが出る。でこの下の部分にお水を入れるような感じ。かける時に吸い込んでくれるから、スチームかけたいものがここにピタッとひっつくんですよ。こっち側の手で支えたりとかする手間がなくなっただけで、一気になんかスムーズに早くアイロンができるようになったんですね。これだったらスチームアイロンである意味があるというか、ちゃんとこうかけたままでも綺麗にできるっていう感覚が味わえたんですよ、初めて。ここにピタッと生地が張り付くことによって。でこのスチームアイロンはどんな時にいいかというと、通常アイロンがあんまり推奨されていない生地とか洗濯ができないものとか、特にこれからの季節に増えてくるような、例えばなんかウールのパンツとか私よく履くんですけど、家庭洗濯がバツな生地になっていて、さらにアイロンも例えば当て布をしないといけないですとか、そういうのにすっごくよくて。だいたいパンツってこの辺がこうシワシワってシワが寄ると思うんですけど、そういう部分に帰ってすぐサーってかけるだけで本当に簡単にシワが伸びたんです。でそんなにこうなんだろうな、厚い板を押し付けてるわけじゃないから、その繊維が潰れることもなく生地を傷めずに綺麗にできるし、スチームが出てるからもちろんシワが伸びやすくなってるし、あとなかなか洗えないお洋服でなんか匂いがついてしまっている飲食店の匂いとか、なんかその熱で蒸気で匂いを消すこともできるからすごくいいんですよ。通常洗わないアウターとかジャケットみたいなものとか、これ今からの時期よく着ると思うんですけど、そういうやつも体に触れてないから別に汚れてるわけじゃないんだけど、匂いだけつくってことってよくあるじゃないですか、飲食店で。でその匂いを、スプレーとかで取る方法もあるけど、その何かを振りかけるっていうことよりも熱と蒸気で匂いを取るっていう方がなんか根本的に匂いを取ってるっていう感じがして、私はすごく好きで、なんかそういう上に付着した汚れみたいなものが気になる時もすごくいいなと思った。吸い込む機能もついてるからなおいいなと思って、そのかけやすいっていうのもあるし、なんかその匂い的なものも吸い込んでくれそうな感覚すらあって、すごくいいなと思ったんですよ。これがあることによってなんか躊躇するようなお洋服を気兼ねなく着れるようになったっていうのがすごい生活が変わったなと思ってる。これまでのスチームアイロンがいまいち使いにくかったなとか、そういう方にすごくおすすめしたいアイロンだなと思いました。かっこいいし、今幕開けで購入ができるようなので、気になった方は見てみてください。そしたら続いては寝具行こうかなと思うんですけど、どうしようかな。まず枕から行こうかな。私ずっとこの何年かこの枕を使っているんですが、すごくお気に入りで、もうこれなくてはならない枕だなと思っているのでご紹介します。ノルディックスリープ、デンマークのブランドみたい。こんな感じの枕を使ってるんですけど、今までずっとなんかしっくりくる枕がなくて、何回も枕を変えてきたし、割と価格がする枕とかでもあんまりあったことがないんですけど、まあ人それぞれこの首の部分の湾曲具合とか、この頭の後頭部の出てる角度とかによって枕って全然合う合わないが関わってくると思うんですよね。だからなんかみんなに合う枕なんて絶対ないし、むしろ自分にぴったりフィットする枕なんてオーダーメイド以外なくないって思ってたぐらいなので、これも多分皆さんに合うわけじゃないかなとは思うんですけど、私のようななんかこうちょっと首が長めで後頭部はちょっと出てるタイプ、ストレートネック気味みたいな人には合うかもしれない枕ですね。この枕のいいところはですね、こっち側が首側なんですけど、ここがすごいしっかりしてるってこと。首の部分をここでしっかり支えてくれていて、でこの上の頭のせる部分は割と柔らかめで薄めから、ちゃんとこの首のこのカーブのところにちゃんと持ち上がってくれているってこと。これがまずすごく大事なポイントで、よくここが持ち上がってる枕ってあると思うんですけど、それとプラスしてこの横側のこことここの部分、ここが割と、高さがある感じになってるから、横向いた時にも違和感なく横に向けるような形状になってる。私はもうちょっとこの横の部分高さがあってもいいかなと思うぐらいなんですけど、なんでかというと多分この肩幅がすごいあるから、これも肩幅とかこの肩の感じによってここの適切な高さって変わってくるような気がするんで、人によりけり難しいじゃんって思うんですけど、なんか寝始めは私上向きで寝てることが多いし、基本的には上向き派なんですよ。だからこことここがしっかりしてるっていうことが結構大事な人で、それがすごくちょうどいい硬さです。でそんなに高すぎもしない、ちょっと薄めの感じもいいんですよね。確かなんかストレートネックの方とかにいいみたいな枕だったと思うし、これどなたかが勧めていたことを見て私も購入したんですよ。なんかストレートネックの方の。だから結構こういう感じの首、私みたいな首とか頭の形の人には絶対合うと思う。これはまたなんかへたってきたとしても、またこれを買いたいなと思いますね。結構使ってるんだけど全くへたってきたりしてもないので長く持ちます。で続いて寝具つながりでいくんですけども、こちらのマットレスです。これ中開けるとこんな感じの白いマットレスですね。これを我が家ではずっと使っています。このマットレスにしようとしたきっかけは多分 4,5 年ぐらい前、なんかこのベッドの扱いにくさと大きさと重さと部屋の中に占める存在感に違和感を感じたことがあって、海外みたいにこう家がすごく広くて持て余してるぐらいの部屋があればベッドルームとしてその部屋を潰してしまうとか、その寝る専用の部屋にするっていうのはいいなと思うんだけど、よく考えてみると、夜のその寝てる時間しか使わないベッドの部屋ってなんかもったいなくないって思ったり、ベッド自体も引っ越しを繰り返していくうちに解体したりとか持ち運んだりするのが面倒くさいし、重たいし大きいし、何なんだろうこの大きな物体って思ったことがあって、それでなんかこうちょうどミニマリストの方の動画とかいろいろ見ていた時期でもあって、マットレスの生活ってすごく身軽でいいなって思ったんですよね。初めからこのマットレスを買ったのかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、忘れちゃうぐらいずっと昔からこのマットレス使ってます。この三つ折りにできるもので、中が丸洗いできるような生地になってる春雨みたいな通気性がすごくいいもの、この春雨みたいなものとマットみたいなものが両方入ってるようなタイプ、ハイブリッド式みたいなアイリスオーヤマのマットレスを選んでいます。最近ちょっと気になるのが、腰のあたりが薄くなってきたなっていう風に感じてるけど、 4,5 年使ってると思うので、もうそろそろ寿命なんじゃないかなと思ったりもするんですけど、まだ全然使えるから使ってますが、そう、それぐらい持つもので、特にカビてきたりもしてないし、私腰も結構弱い、ヘルニアになったこともあって腰も弱いタイプなので、マットレスが悪いだけでも朝起きた時にしんどかったりもするんですけど、これでしんどかったことは特にない、一度もないぐらい寝心地もすごくいいんですよ。あんまり腰が悪い人って柔らかすぎるものが良くないと思うんですけど、片面の方ではあるのかな、当たる部分はすごく柔らかくて、でも奥まで沈み込む感じはなくてみたいな感じで、床にただ直置きしてるんですけど、床を感じるってことは一切ないですね、この厚みで。で、簡単にこうやって三つ折りにできて、でこれ今無印のボックスシーツ用のカバーかなをかけてるから、裏側はこんな感じになってて、そう表だけこうかけてる感じで、このシーツを定期的に洗うっていう感じで、もう本当に一生これで良くないっていうふうに思ってるぐらいいいですね。ベッドがないことってこんなに身軽なんだって思います。たとえ部屋数がすごく多かったとしても、私は床で寝たいかも。すごく落ち着く、日本人のそのなんか DNA みたいなのがあるのかもしれないけど、さらに多分この家自体が無垢の床板になってるから余計かもしれないですね。なんか人工的なフローリングになってるとちょっとこうなんか違和感を感じるかもしれないんですけど、その場合はこう敷畳とか畳の上で寝る、このマットレスで寝るっていうのもすごくおすすめ。私は一時期畳を引いてその上にこれで寝てたこともあるんですけど、マットレス生活すごく最高なので、ベッドに違和感のある方はとってもおすすめしたいアイテムです。お掃除とかも楽だし、引っ越しとかも楽だし。そして最後なんですけど、これ明かりの照明ですね。こちらもね、生活が変わるっていうかもなくてはならない存在で、とってもお気に入りの照明です。明かりっていろんな照明があって、だいたい有名なのは上から吊るす丸い照明だと思うんですけど、よくある。私下にその照明今使っていて、上からの照明2つ持ってるんですね。四角いタイプと丸のタイプ。でもその上からの照明よりもお気に入りなのがこちらの床置きスタイル。明かりのこの感じの光、もわっとしたろうそくの光のような光が床に近い部分にあるっていうことが、なんかすごく心が落ち着くんですよ。上から吊るす照明にしてはちょっと光量が足りないなって思うことも多くて、私が使ってる、もしかしたら電球の暗さが暗いっていうのもあるかもしれないんですけど、和紙でくるんである分かなり光が柔らかくなるから、明るさを取る光として上から吊るすにはちょっと薄暗い雰囲気になるなって思うこともあるんですけど、こういうベッドサイドで使うための明かりとしてはなんか逆にすごく明るく感じるんですよね。なんか私他にも小さい照明っていくつか買ったことがあって、必ず寝る時はそういう小さい照明でこの枕元に最後一つこの照明をつけて寝るまで過ごすっていうのがすごく好きなんですけど、どんどん他のものよりもこの明かりが落ち着くんです、寝る時に。本当にこうなんだろうな、雰囲気、色合い、柔らかさ、暗すぎてもちょっと怖い雰囲気になるじゃないですか。一つだけの明かりを灯した時に光量が足りないのも私は嫌で、これはぼわーっと全体的にこの辺りの雰囲気を良くしてくれるから、スポットでこう手元だけっていう感じでもないのがなんかこう柔らかくお部屋を包んでくれる感じがして、他の照明にはない優しさがあるんですよね。うん、でこの軽いところもすごくよくて、なんか寝るところにある照明で結構重みがある照明だと何かあった時に危ないなって思うこともあるし、ちょっと移動させたいなとか床置きの照明だと思うことが多いんですけど、このなんか指一本で持てる軽さで好きな場所にこう移動できて、倒れたとしても全然こう危なくないような軽さ。そしてこう引っ張って消すタイプなんですね、これ下で。この消す時の紐を引っ張る感じもすごくいいんですよ。ボタンで消すものとかが多いと思うんですけど、このなんか引っ張る式っていうのがまたね、なんともなんか行為として好き。もうこの照明の全てが好きです。この形もすごく自然で美しいし、植物のそばに置いても植物も美しく照らしてくれて、とにかく最高です。寝る時の照明を探している方とか、今まで寝る直前まで上の照明をつけている方とかは、本当に一回寝る前の時間をこの照明だけにして過ごしてみてほしいって思うくらい、とってもおすすめの照明。なんか寝つきが絶対に良くなると思う照明ですね。本当に美しい。明かりの中でも一番好きなタイプ。はい、ということで今日はこれがあったら生活がガラッと変わるっていうアイテムをご紹介してみました。すべて概要欄にリンクとか貼っておきますので、気になった方チェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。